霊夢さん、今回の機体なのですが。小生さん、サイコミャ搭載モビルスーツじゃないのに、強化人間専用機に勝利しているところがすごいよね。あまりの高性能から、宇宙世紀が生んだ究極の機体とも言われています。機体性能自体もすごいけど、やっぱりパイロットの能力もすごいよね。生命の砕ける音が聞こえたという発言をしていたあたり、かなり高度な感能力を持っていることが伺えますよね。さらに操縦スキルも英才教育を受けていたことからものすごく高いんだよね。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、宇宙世紀究極の機体と言われるモビルスーツとは、V2 ガンダムでございます。V2 ガンダムは宇宙世紀153年に至るまでの技術を詰め込んだ、当時宇宙世紀における最強の機体とも言われていたよね。V2 ガンダムはサイコミャを装備しておりませんので、ニュータイプ専用機ではありません。しかしながら、ミノフスキードライブユニットを装備しており、素晴らしい機動性を誇るところから、実質的には、ニュータイプ専用機と言っても過言ではないかと思います。V2 ガンダムとウッソの組み合わせは、凄まじい相乗効果が出ているよね。そして、この素晴らしいガンダムには、ミノフスキードライブが搭載されております。小型のミノフスキードライブを搭載していて、これのおかげで推力を大幅に上げることができるんだよね。ユニットの中に生まれるそれを利用して推力を得るシステムですね。これのおかげで V2 ガンダムは他のモビルスーツよりもはるかに高い推力を得ることができるようになったと。そういえば光の翼の仕組みってどんな感じなのかな？先ほどのミノフスキードライブなのですが、そこから V2 の排熱を行っています。そして、ウッソの動作が V2 ガンダムの許容量を超えると、あのドライブユニットから熱を持った大量の粒子が出てきます。本来はただの排熱のための設備だったのですが、ウッソの戦い方、例えばガンダムを分解して突撃させる戦法に応用したのですね。排熱の量によって色が青になり、 V2 ガンダムの性能を最大まで活かすことで赤い光になるようですね。ちなみにあの大きな翼で攻撃することで、戦場ではかなり目立つので、自分に攻撃が集めることで味方への損害が減ると考えて、ウッソ自身がわざと目立つ戦いをしたようですね。敵も挑発を受けたと煽られて逆上しすぎてあっさりやられたりしていたよね。そうですね、やはりこのドライブの一番の特徴は加速時間に制限がないところですね。その理由は推進剤が加速する際に必要ではないことなのですが、このことから機体のエネルギーが継続する限り無限に加速し続けることが可能なのです。理論上亜光速に達することさえ可能ですね。あくまで理論上だよね。パイロットであるウッソの負荷を無視し続ければ亜光速に達することができますが、仮に達すればウッソはもうこの世にはいてないですからね。だから亜光速で戦闘をすることは事実上できないってことだね。ですね、いずれにしても無限に加速し続けることが可能であり、しかも当時の他のモビルスーツよりも圧倒的にすごい機動性を持っていることには変わりはないですからね。このような機構を持つ V2 ガンダムなのですが、当時としては圧倒的な戦略モビルスーツとして存在しました。パイロットのウッソの才能がすごいこともあって、この機体一機で戦争終結の原動力とさえなったくらいだからね。一人のパイロットと一つの兵器、それだけで戦局にここまで多大なる影響を与えたことがすごいことですね。V2 ガンダムはリカ・ミリティアのフラッグシップモビルスーツとして開発されたよね。史上最速で最強のモビルスーツと言われておりましたからね。当時の宇宙世紀における最強のガンダムと言われて、周りからはものすごく恐れられていた、ズバ抜けた性能を誇るモビルスーツだね。V2 ガンダムはリカ・ミリティアがビクトリー・ガンダムについて新しく開発を行ったエース機ですね。開発
の主導者って、実は、ウッソのお母さんなんだよね。そうですね。そして、2機が製造されたのですが、1機は特攻でなくなってしまったので、結果、実質的に運用されたのは、ウッソが乗る1機のみとなったのです。武装としては、やっぱり光の翼が一番有名だけど、後の武装は割オーソドックスなんだよね。そうですね。ここからは V2 の武装について見ていきましょう。まずは、バルカン砲。頭部に2門搭載されておりますが、コアファイター時は頭部が完全に内部に収納されますね。その場合、垂直尾翼のあるカウリングを開けることによって頭部を引き出す形となります。なお、射撃の角度がかなり自由に決めることができますね。ビームライフルは、ビクトリーガンダムと同型のグリップに大型化したその他機関部と、マルチプルランチャーを取り付けたもので、対 MS 用グレネード等の核実体弾を一発発射可能になっておりますね。グレネードと言いつつ、発射シーンをパッと見た感じでは、ロケット弾のように噴射炎が発生しているように見えます。ところで、V2 ガンダムの光の翼ってどれぐらいまでビームを無効化できると思う？アニメの中で、ウッソは V2 ガンダムの光の翼をシールド代わりに使っていることもあるけど、光の翼を使ってどれくらいのビームを無効化できるかな？最後にエンジェルアイローで、ゴトラタンの目がビームキャノンを受け止めるくらいですからね。光の翼のビームの出力はかなりすごいと思いますよ。おそらくサテライトキャノン系は無理でしょうね。ツインバスターも無理だと思います。ゼータガンダムのハイパーメガランチャー F91 のベスパーあたりは耐えれると思います。 V2 ガンダムより後に生産されたザンスカールの最強モビルスーツのキャノンを受け止めたからというのが理由ですね。まあ出力を上げればビームシールドとしては最高峰の防御力だと思いますから、理論上ビーム影響は全て無効化できると考察されていると思いますね。ただ翼面以外への被弾にはすこぶる弱いので、サテライトキャノンなど他の部分に被弾する可能性がある兵器は防ぎきれないのではないでしょうか。はい、今回は V2 ガンダムについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい、視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。